みんがらば、皆さん、こんにちは。今日のアレンです。今回この動画では、そもそもアレンってなんで今ミャンマーにいるのとか、ミャンマーでどういったことをしているのとか、どういった会社、どういったお仕事をしているのっていうことについてお話ししたいなと思います。まあ、もちろん、日本人の方で、なかなかミャンマーに行く機会がないというか、まずそもそも何しにミャンマーに行くんだろうって方が多く思われることだと思うんですが、確かにミャンマーって言っても、東南アジア、東南アジアって分からない方もいると思うんですが、東南アジアにあって、暑い国で、あまり日本よりはインフラもすごい整ってるわけじゃなくてっていう、なんかすごいぼんやりとしたイメージしかないと思うんですね。でなかなかミャンマーに行く機会もなくて、本当に一生を通してミャンマーに一生行かない方も結構いると思うんですね。あれも、偶然機会があって来て、こうやっているわけなんですが、なので今回、なんでアレンがそもそもミャンマーに来たのかっていう話をちょっと遡ってしていきたいなと思います。アレンが大学2年生の時に、実は1年間マレーシアで留学してたんですね。1年間留学してて、この1年間のマレーシア留学の中で、せっかくマレーシアに1年間来たんだから、なんか日本でできないことをしたいな、要はマレーシアでできることだったりとか、マレーシア近辺の国に行ったりとか、要はもう日本でできないことを徹底的にやろうっていう、そういう風なスタンスというか、そういう風に一生懸命1年間過ごしていこうって決めてたんですね。その中で、いろんな方と出会ってきたんですけど、なんか海外で働く日本人ってかっこいいなってすごい思ったんですね。このマレーシア留学の中で出会った日本人の方と会って、なんか自分も海外で働きたいなとか、海外で働いた日本人すごいキラキラしてかっこいい風に見えたんですね。実際今でもそうなんですけど、なのでどうにかこの日本人の方、要はマレーシア、特にアレンはペナンっていう、ペナン島っていう島によくいたんですが、このペナン島で働いて日本人の人に会ってお話ししたいなというか、なんでこういう日本じゃないこのペナン島で生活して仕事してるのかっていうお話を聞きたくて、すごい興味を持ってた時期があったんですね。その時にいつもアレンが髪切り行くこの床屋さんの、チャイニーズの方なんですけど、チャイニーズの方がすごいなんか失敗しちゃって、なんか英語もあんま通じず失敗しちゃって、なんかこのままじゃちょっと髪の毛どうしようってことで、なんか急遽日本人の方に切ってもらいたいなっていうふうに思った時に、このマレーシアのペナン島で唯一日本人の方が美容室やってる美容室があって、そこがボンボーノってとこなんですけど、そのボンボーノに友達がよく行ってたんですね。自分の同級生が行ってて、これはもう自分も行こうって決めて一人で行ったんですね。実はで行った時にそこで出会ったのがマンダリンなんですね。マンダリンがこの美容室を経営してて、そこでマンダリンと話して、この人すごいなと思って、この人と一緒にビジネス何かやっていきたいな、ついていきたいなって直感でビビってきて、でもお客さんとして行くと月1でしか会えないじゃないですか。しかも髪切ってる間にしか話せないと、どうにかもっと仲良くなりたいじゃないですけども、どうにかこのマンダリンとお話ししたいなって思った時に、気づいたらアレンはアルバイトで働かせてくださいと頭下げて言ってたんですね。それでマンダリンもなんかこいつ面白いなじゃないですけど、そういう風に見てくれて、じゃあアレン、じゃあ来週から来てよっていう風にマンダリンとアレンが出会ったんですね。でそこから1年間のマレーシア留学が終わって、本当にそのままペナン島にいて、あるいは日本に帰ったわけなんですけど、ずっと連絡取り合ってて、でマンダリンがなんかミャンマーっていいよね、ラストフロンティアってすごくビジネスチャンスたくさんあっていいよねって話を聞いて、なんかミャンマーで私ビジネスやりたいんだけどどうって話があって、そこでアレンはじゃあぜひやらせてください、手伝わせてくださいってことで、このマンダリンと一緒に今ミャンマーオケをやることになったんですね。でそれなのにアレンは一度もミャンマーに行ったことがないし、ミャンマーがどういった国だったか全く本当に無知だったんですね。もうネットで出てくるだけしか知らなくて、もうどういったミャンマー人どういった人なのかとか、どういった風景かとか全く知らなくて、これやっぱ現地に身を置かないと分かんないなと思って、でマンダリンとその話をしてて、じゃあなんかインターンでもいいからとりあえずミャンマーに行くきっかけを作ってミャンマーに行こうって話から始まって、で大学3年生の夏休みにお話をいただいて、このインターンシップでミャンマーに人生初めてできたんですね。その時に、アレンはカタンインターンシップっていうインターンシップをやってたんですね。皆さんカタンってんと思ったと思うんですけど、カタンっていうのは、知ってる方はすごいコアな方で知ってると思うんですけど、ボードゲームのことでして、皆さんモノポリってご存知だと思うんですけど、モノポリってこの戦略でこの頭すごい使ってやるボードゲームなんですが、カタンっていうのはモノポリと似てて、カタン実はドイツからのボードゲームなんですが、
モノポリと違って半分戦略で半分運なんですよ。なのですごい頭のいい人だけが勝つっていうゲームじゃなくて、まあすごい頭が良くなくても戦略うまくなくても運で勝っちゃう人もいるって形で、だからすごい、まあ、子供か大人まで遊べるってボードゲームを、ドイツ発祥のボードゲームをこのミャンマーで営業するっていうあのインターンシップをやってたんですね。その時にいろんな方とお会いしたりとか、いろんなミャンマーのすごい隅々のところまで行って、あ、ミャンマーすごいいい国だなって、ここでビジネスチャンスたくさんあってこれ面白いなってことで今になるとやっぱ話して、やっぱここいいよねって話をして、で結局去年夏ですねにミャンマー和教をやろうって話になって、で今こうやってミャンマー和教をやるために今こっち現地に身を置いてるって形なんですね。でミャンマー和教ってどういった会社なのっていうことで、まあ、概要欄にホームページ貼っておくんですが、まあ、ホームページを見た方はもちろんご存知だと思うんですが、一応観光会社をやってまして、この観光ツアーもありますし、この移住サポート、まあ、日本からミャンマーに移住したい時の移住サポートだったりとか、何かお仕事で例えば東京に本店を置いてて支店として海外支店でミャンマーに進出したい方、したい企業だったりとかってもちろんいるんですね。それでそういった方々がミャンマーにお店を持ちたいと、会社を持ちたいけどどういったふうに進めていいか分かんないっていうことのサポートだったりとか、ビザの代行とか、そういった形の今会社をやっています。で今マンダリンがちょうどペナン島にいるので、こう今バラバラなんですが、マンダリンが帰ってきてからはこのマンダリンとローカルの3人でこうミャンマー和教をこの継続してやっていきたいなと思っています。今こういったコロナウイルスの影響で、まあ、ビジネスはうまくいってないところではあるんですが、これから回復していった後にはまたどん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 マンマ和教の仕事も増えると思うので、まあ、それに付随してどんどん動画やったりとかブログも今こういった感じで上げてるので、どんどん皆様にミャンマーの情報を発信できたらいいなと思ってます。でこれから、まあ、コロナウイルスがどれくらい続くか分かりませんが、もしもミャンマーに興味がある方だったりとか、ミャンマーに本当にお仕事で行きたい方だったりとか、移住したいとか、もう本当にラストフロンティアと言われているので、すごく皆さん目つけて来るビジネス企業家の方とかもたくさんいるので、そういったもしこの動画を見ててなんか少しでもミャンマーってどういった国かなとか思う方があれば、ぜひ概要欄のホームページ見てみてください。もしもホームページ見てぜひミャンマーに行きたいって方は私たちが全力でサポートしますので、ぜひ連絡のお問い合わせの方から連絡の方よろしくお願いします。これからもミャンマーに関する動画をどんどん上げていきますので、これからもよろしくお願いします。では失礼します。たったー。